こんにちは、倉田奈です。今回は私の最新毎日メイクを動画で撮ったので、ぜひ最後まで見てみてください。ということで動画スタート。はい、じゃあ始めます。カラコン入ってるんだけど、このカラコンはいつもいろんなところで言ってるよくわかんないとこのやつです。まずこちらね、唇分厚くしたりとかぷっくりしたい子は血色も良くなって縦線もなくなって、ほんとぷっくりなるから、ちょっとピンクでパールが入ってる。分かるかな、ツヤ感、濡れ感みたいな感じで出してくれるのと、ポテット感が出るかもしれない。こちら雫型のスポンジがめちゃめちゃ使いやすいから、やっぱ角があった方がこういうところ塗るときも、おでこの際とかね塗るときもやっぱ塗りやすいし、つけやすい。眉毛、これです。真ん中を描いて、真ん中から端描いて、でその後にどんどんこっちに行く感じ。眉頭の方はなんかちょっとぼかすかな。アイシャドウが増えたんだよね。1、2、3、一番最初に使うのがこのエチュードのこれ、ここです。これをアイホール全体につける。なんか濡れ感見せてくれるシャドウかも。普通にキラッとしてると思います。クリアですね。ここを二重幅ちょい上、本当にちょここだからちょっと上ぐらいでつける。こっちを二重幅にのせます。眉毛もそうだったし、アイホールもそうなんだけど、私は真ん中から全部のせて、目尻行ってから目頭塗るって感じにしてます。あとでラメをのせるから、ラメで飛んじゃったりもするんだよね。この段階では濃いめにつけても問題なし。目尻にこの濃い色をつけます。これをここから半分下ぐらい塗る。塗ってない方がこっち、塗った方がこっち。もうなんかカパカパの状態のやつしっかり。そうしたら二重幅から上に塗りますって言ってたここの色を下まぶたにも塗る。で、三角部分の目尻の三角もだし、まあ三角下のここかなに塗る感じ。オーバーでここまで。涙袋を描きます。このホワイトコージーノーリーリンク上にちょっとだけのせとくの。クリーム系とかみずみずしかったりとかするものの方が涙袋作るときはぷっくり見えやすいから、私はクリームのものをのせておきます。下に自然でしょ、なんかちょっとテカってるかなぐらいでつけておいて、このさっき使ったこの色下の三角を塗ります。これでね。で、これここにも塗ったと思うんだけど、これをつなぐ感じで下にも塗ってあげるとベスト。まつげの下地を塗ります。ケイト、下だけ、下まつげだけつける。これエチュードです。 TD302 を愛用してるんだけど、大きいグリッターも入ってて細かいものも入ってたりするから、こうアイドル系
のメイクが好きな子にはめちゃめちゃ向いてると思います。美濃をどこに置きたいか、涙袋がこうやってツヤツヤするします。ビューラーで上げる前と上げた後で溶かしながらやってあげると綺麗に均等にいく。てか本当に噛むわ、本当に噛まなきゃね、ダメだわ。上がったらラメつけます。はい、これこれガチ可愛いから、このラメをベースで塗った下のラメたちと同じぐらいの大きさのラメをここにもつけます。そうすると全体がとりあえずラメになったでしょ。私が使ってるのは基本ここかここなんだけど、ここだけ取ります。ほんとここ全部が大きいからこんな感じで取れます。真ん中にポンポンってつけてあげる。光り方が変わってくるのね。こうするとここでの注意点がは、二重幅に入らないようにグリッターを置いてあげるといいかも。二重幅の上の部分にポンポンって置いて、二重幅避けて下の部分にポンポンってのせるの。なんかね、二重幅のとこにあると食い込んでる感がやばくて、入っちゃってる感がやばくて、大きいパールが乗りました。マスカラはエチュードハウスのボリュームラッシュマスカラです。こちら上のまつげ、私下地つけないです。今はつけてない。そしたらここまで来たらとりあえず目は一旦置いておいて、ここに行きます。一旦ティッシュで5分のここだけ余計なものポンって取る。そうすると全然よれ具合が全然違う、ポンと違う。ここの下とフェイスラインに対してこことこの影絶対で、でこも鼻ね、ケイトです。なんか曲がったな。シェーディング曲がると鼻曲がるよね。ほら曲がってないな、こっち唇の下も。うん、唇いい感じにぷっくりしてきた。こちらです。筆タイプなの、めっちゃ使いやすい。つけるの、ここもつけようかな。使って涙袋の影と、あと下のここのラインと二重幅のもうちょっと足したいので、私ここまでしか二重幅ないから、それをもうちょっとここ足して、目頭部分ももうちょっと足してっていう作業に入ります。ここに線を足しました。で、ここ線描いて、ここも線描いて。アイライナーは下アイラインちょっと真剣に描くわ。オッケー。ここだけ。ここらここで。引いてます、両方。チークはシャネルです。こちら指で伸ばしてあげる。ハイライトはクリオです。青につけるのと、つけるのとはっきりするでしょ。鼻の頭につけるとと
大事なここね。ここも入れます私。ここ。そしたらラメで、ここがちょっと濡れっぽいんだよね。ここにポンと置いてあげると可愛いからおすすめ。最初につけたプランパーで唇がぷっくりして縦線がなくなったのと、こうやって血色が良くなってきてるから、ちょっと薄めな色のものを使ってもちょうどいいぐらいの濃さになります。はい、こんな感じで私の毎日メイクが完成しました。最新毎日メイクでした。私の毎日メイクは多分毎回見てくれてる子は何も変わんなかったと思います。ラメが初めプラスされただけだと思うので、これも気になったなって子はぜひ一回見てみてください。めっちゃ可愛いから。こんな感じで以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。超イライラした。あ、何そのやみたいな、何その彼氏みたいな、ほんとぶっ飛ばしたくなっちゃったよ。